なんなんだここは。俺の家。ああ、どうやらそうらしいな。何？お見舞い？そんなところだ。ご家族の方は？いないよ。一人暮らしだから。お邪魔します。引っ越したてじゃないよな。入学当時から住んでるよ。どうして一人で来たの？俺に何されても良くなっちゃった。やっぱり熱出てるじゃねえか。無理に早く退院したって本当だったんだな。とにかくお前寝てろ。タオルとか氷とか適当に借りる。いいよ俺が。お前は寝てろ。相沢、本当にいいから寝てくれ。アホ薄い。頼むからちゃんと直してくれ。家族に連絡とかしてないのか。必要ないし。なんで無理に退院したんだよ。病院って暇だから。ちゃんと何か食べてんのか。煮込まれすぎて米がただの白いスープになってる。会長って料理が下手なんだよ。悪いか。嫌なら食うなよ。私が全部食うから。食べるよ。でも右手持ちにくいから食べさせて。ちなみに俺猫舌だから。感動した。こんなにも素材の味を殺しきれる料理法があったなんて。うるさい。黙って食え。なんだ、こんだけ食えりゃ心配ないな。残せるわけないだろ、相沢の初の手料理。汗かいたから着替えた方がいいな。ってその手じゃボタン外すの辛いか。何見てんだよ。ガン飛ばしてくる不良のようだ。うるさい。窓の外でも見てろ。はいはい。またこいつに借りができた。憎まれ口叩いたりセクハラしたりふざけたやつだと思わせるのに、いざって時は私を助けに来る。なのに私は何も。ごめんな。私はお前に頼りきりなような気がする。今までの分も借りを返したいと思って来たのに全然ダメだ。結局この程度のことしかできない。不甲斐ないな私は。まったくずるいよね相沢は。何が。俺も結構相沢のこと頼ってるよ。嘘つけ。嘘じゃない。俺には相沢くらいがちょうどいい。ちょうどいいってお前何様のつもりだ。アホ薄いのくせして。なんだこれ。くそ、ムカつく。だからそれずるいよ会長。何がだよ。どうなっても知らない。だから何がだよ。